クリスマスだったり誕生日だったりそういう行事楽しい行事があるときは親中若宮のケーキだったりお菓子だったりを買ってみんなで食べてたんですけど、私の中では楽しい思い出イコール絵中若宮のお菓子っていうつながりがあって、でずっと大人になったら今度はその思い出を自分が提供する側に回りたいなって